ノエスマ会あったじゃないで、団長待ち受けスバル先輩じゃないですか。で、実家に帰ってきた当日に待ち受け見られてあら、この子美女かねあれ、なんか美女かな子がおるねって言って、美女かっていうのは方言で可愛いって言うんですけど、あの母上とかね、それこそ育ての父上はどっちも長崎で、そうそう、だから母上が長崎の言葉も使うんやけど、美女かねって言われて気まずさやばすぎるそう、やべえと思って、そうやばくてさ、しかもそのホロライブバレした後もさ、あのブルームのチャームあるじゃん、あの父比べチャームと噂の、あのミコ先輩が言ってたあの父比べチャームで、団長をあのスバル先輩のチャームをお財布につけちょんのよ。で、母上もそれ見てさ、あ、壁紙の子やねとか言っちょんのよね。したらさ、母上がさ、いや、なんかノエちゃんのグッズ欲しくていろいろ見たんやけど、ノエちゃんがこうつけちょんや子にもおるやんみたいな。だからその時に、あ、そうなんです、同じ事務所の先輩で、はい、あの、そうなんです、同じグッズ出てるんですみたいな感じで超絶そういう感じでね、グッズはね、なんか買おうとしちゃってさ、でもなんか売ってない、どうするんこれ、なんかどっか売っちょらんのみたいな言っちゃって、で最初メルカリで見せられたんよ、なんかこれ、え、これもあれな、ノエちゃんなみたいな、これノエちゃんのこれ公式グッズなみたいな感じで見ちゃってさ、母上あげるから、あるある、チャームとか、いや、めちゃくちゃあるから送るから買わないでって言ってそこからはね買わないで、いっぱいあるからねって言って、そう、あの母上が欲しがっとる、そう、それあるあるって言って、